はい、どうぞ。おはようございます。インターネットフォードメディア WJ の浜本といいます。はい、よろしくお願いします。はい、ウクライナ紛争について、はい、ウクライナ紛争で、岸田政権は、一方的にロシアを悪として、ウクライナに肩入れする拘束した外交を展開してきました。ロシアによる侵攻までの8年間、ウクライナ国内の東部ドンバスで、ロシア系住民への差別政策や、民間人殺傷などの民族浄化があった事実を、日本政府は全く認めませんでした。岸田政権の対ロ制裁とウクライナへの世界、ウクライナへの63億ドル、9015億円もの支援で、日本はロシアから敵視されています。その一方、米大統領選でトランプ政権になれば米国のウクライナ政策の変更が予想されます。 NATO の対応も一様ではない現在、日本は対米従属ではなく、自主的主体的に両国の和平実現を後押しする外交へと転換する必要があると思います。本来この質問は、外務省マターだと思うんですけども、外務省の外交政策は、防衛省の政策にも大きな影響を及ぼすものであると考えますので、中谷大臣の考えをぜひお聞かせください。はい、ウクライナの状況につきましては、国連のですね、常任理事国であるロシアが白昼堂々隣国の独立国を力によって、現状変更をするという行為、これはもう許されない行為だと思っております。国際秩序の根幹を揺るがす行為であるということで、こういった力による一方的な現状変更というのはどこであっても許されない、と考えておりますので、このことにつきまして、この認識のもとにですね、国際社会全体の平和と安全のためにロシアの侵略をやめさせ、一日も早く公正かつ永続的な平和をウクライナに実現をすべくこの問題に取り組んできました。残念ながら事態が長期化をしておりますが、これが一刻も早く解決をしていくように我が国としてはウクライナを引き続き支援をしていかなければならないと考えております。従いまして、このロシアによるウクライナ侵攻、欧州のみならずアジアを含む国際社会の根幹を揺るがす暴挙でありまして、このような行為は断じて、認められない。そして今後の支援の内容等については、予断を持ってお答えすることは困難でありますが、我が国としては引き続き国際社会と連携しながら、最大限の支援を行ってまいりたいと考えております。